こんばんは、南水ギター翔吾です。今回は、一人会でございます。この番組はブライトパンクバンド南水がお送りするラジオです。はい、最近ですね、一人会がちょっと続いてしまっています。コロナの影響もあってみんなで集まって収録ができなくてですね、南雲さんの一人会、浜田くんの一人会となってしまいましたが、お二人お疲れ様でした。まあ、また今回私の一人会になってしまいましたが、ぜひこういう機会もあんまりないと思うのでですね、意気に感じて聞いていただければなというふうに思っております。まあ、最近そうですね、あったことというと、南雲さんの一人会で紹介がありましたけれども、レコードプレイヤーを買いました。うん、これですね、買った時の話南雲さんちょっとしてたと思うんだけど、Amazon のプライムデーというのがあって、まあ、いろんな商品が安く買えるっていう期間があったんだけど、その最終日にね、南水で練習があったんですけど、僕がそこでちょっとレコードプレイヤーを買おうかなと思っているという話をしたところですね、南雲さんも、あ、俺も欲しいんだよねって言って、で、僕がその買おうと思ってたレコードプレイヤーが、まあ、元々の値段が1万円弱くらいかなのものが6000円くらいになってて、まあ、ただ6000円ってそんな簡単に買えるもんじゃないじゃないですか。で、まあ、ずっと使うわけでもなさそうだし、どうしようかなみたいな話をしていたら、それを南雲さんにこう見せたら、もう次の瞬間くらいに南雲さんもう買ってて、あ、買ったわとか言って、みたいな。それが実はすごい面白くって、もうなんかそれより面白いこともうできないから買うのやめようかなって思ったんですけど、まあ結局欲しくてね、後から僕は静かに決済ボタンを押して注文したわけなんですけれども、届きましてですね、レコードを聴いています。うん、いいですね、雰囲気がいい。今聴いてるのは5、6枚アルバムを買ったんですけど、主にビートルズで、あとはシナトラも買ってみました。うん、で、まあ、そういう音楽 も、雰囲気としてはとてもいいです。で、一番最初に聞いたのは実は日本のパンクバンドハイスタンダード、まあ、皆さんも知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、ハイスタンダードのアルバムちょっと聞いてみようかなと思ったんですね。で、まあ、ぶっちゃけレコードとは親和性はあまりないです。まあ、激しい音楽で低音が必要な音楽なので、迫力がちょっと物足りずですね、結局僕はそういう音楽もレコードで聞いてみたいので、最近になってアンプとスピーカーを買ってしまいました。プラス2万円弱の出費になって、で調べてるとこれすげえ面白くって、こういうアンプで配線はこういうのを使ってスピーカーはこれにするとこういう音になるとか、すげえ面白くって、ちょっと新しい沼に入ってしまったなという感じです。今ですね、スピーカーを家に設置したら見た目も良くってね、ちょっと楽しみだなという感じでございます。あとね、レコードをね買って何がいいかっていうとね、ちゃんと音楽を聴こうっていう風に思います。レコードのケースから自分で出して、回転盤の上に置いて針を落として、でそこから流れてくる音楽ってちゃんとこう面と向かって聴こうっていう気になるんですよね。で、これ全然悪いことじゃないんですけど、まあ、現代の音楽鑑賞ってすごいこのながらでやることが多いと思うんですよ。通勤中に聴くとか、勉強しながら聴くとか、家事をやりながら聴くとか、そういう何かしらのこう BGM みたいな形で音楽を聴くことが多いと思うんですけど、レコードにするとしっかりこう目をつぶって音楽を聴くだけの時間っていうのを作るので、なんかこう新しい気づきがあったりとかして、すごくこういい時間を過ごせるなと。時間とお金をね、こう音楽のためにしっかり使っているっていうのがこう気分がいいなというふうに思ったりしました。まあとりわけこのラジオを聴いてくれてる皆さんはライブでね、南水の音楽をこう生で聴くっていう時間を作ってくれてると思うんですけど、
ぜひですね、音源もそういう風に聞いてみると新しい発見があって楽しいかななんていう風に思ったりしますね。ですからぜひ今度発売になるフューチャーズというアルバムもですね、再生してみた時に、ぜひこう目をつぶってじっくり聞いてもらえたら最高に嬉しいななんて思っちゃったりもします。はい、楽しみですねフューチャーズ。これ長尾さんもね言ってたけど、とてもいいアルバムになっていまして、すごい聴いちゃう自分たちでも、で早くみんなに聴かせたいななんていう風に思っていますよ。はい、であと発表もあったけれども、最速爆音視聴会というアウトストアライブ、アウトストアイベントを開催します。これはCD を買ってくれた皆さんに、特定の店舗で買う必要があるんですけれども、特典として、ライブのチケットをお付けしてライブに招待をさせていただきますので、ここのイベントはね、いつものライブとはちょっと違うような感じで、皆さんに楽しんでいただけるようなイベントを作ろうと思っていますので、ぜひCD を予約して、買っていただいて、この最速爆音視聴会お越しいただければなというふうに思っております。これは私のちょっと親しい人にですね言われちゃったんですけど、このライブ行くために CD 買わなきゃいけないんだよねって言われちゃったんですけど、確かにそうなんだけど、ちょっと順番が違いますからね。 CD を買ってくれてありがとう、ライブに招待しますっていう順番が正解なので、一応そういう認識で CD を買っていただいて、そのお礼として我々ライブにご招待しますっていうお話なので、その理解で来てくれると嬉しいななんて思ったりします。何でもいいんだけどね、ぜひ買ってほしいなと思っています。はい、お楽しみにしてください。それはそうとですよ皆さん、冒頭に私が弾いたギター気になりましたよね。いきなりなんかギターの音が鳴ってびっくりしたっていう人もいるかもしれませんが、とてもかっこいいフレーズが聞こえてきたと思いますが、これ最近すごい話題になってるある曲なんです。メタリカのマスターオブパペッツという曲のイントロのフレーズを弾いてみました。この曲ね、最近すごく話題になっていまして、なぜかというと、ネットフリックスで配信されているストレンジャーシングスっていうドラマ、これ名前くらいはねみんな知ってるかと思いますし、見てる人も結構多いかもしれないんですけど、これですね、今シーズン4まで公開されているんですけど、シーズン4の最終話で、主人公グループの一人がですね、この曲を思いっきり演奏するシーンがあるんです。しかもかなり長尺で、これはねちょっと胸熱で、僕家で一人で見てて、ついつい立ち上がってしまったくらい興奮したんですけど、ストレンジャーシングスの話をしてもしょうがないんですが、主人公グループはこの裏の世界とつながっちゃってる地域に住んでて、その裏の世界の人たちが自分たちの生活をこう脅かそうとしているので、それと戦ってるっていう、見てる人からするとざっくりしすぎだろうっていう解説なんだけど、そのね我々の生活を脅かすこの悪と戦うために、この何らかの曲をね演奏して、その悪の手先を引きつけるみたいなシーンがあるんだけど、そこでね引き倒すんですよ、ロン毛の、ロン毛のなんつうんだあいつは、変人みたいなやつだね。でこれはねかっこよくってたまらんわけですわ。でこれなんで僕がこんな興奮したかというと、僕は大のメタリカファンでございまして、本当に大好きで、僕が一番好きなバンドは何かというと、前回僕の一人会の時にお話ししたグリーンデイというバンドなんですけど、2番目に好きなバンドはメタリカです。いつもこのように答えてるんですけど、ちょうどね去年の12月16日ミナミズワンマンライブで僕が加入したライブですけど、その夜にツイートした私を構成する9枚、これの
2枚目が、メタリカのマスターオブパペッツというアルバムでした。前回一人会の時に確かね、次また一人会があったらこの中から私を構成する9枚からまた紹介したいなんて話していたので、まあ、ちょうどそのタイミングも被りましてですね、メタリカの話もしたいなと思いました。でこの、ストレンジャーシングスでそいつが弾いてたのがマスターオブパペッツっていう曲で、まあ、1986年に発売されたメタリカのマスターオブパペッツっていうアルバムの中の、まあ、タイトル曲ですね、マスターオブパペッツ。この曲なんですけどめちゃくちゃかっこいいんです。最初のイントロのフレーズ弾きました？ちょっと忘れちゃった人は今一番最初に戻って一回聴いて帰ってきてください。これかっこいいよね。なんと言うんでしょう、この切り刻むようなヘビーなフレーズたまりません。これはメタリカっていうバンドなんですけど、メタルというジャンルがあります。日本のバンドで言うといろいろいますけど、まあ簡単にイメージしていただくには、まあ、XJAPAN がいいと思います。 XJAPAN みたいな音楽です。まあ、ちょっと違うんだけどね、まあ、そういう激しいドラムがドコドコしててギターがズンズンしててまたピロピロしててみたいな、そういうジャンルですね。でこのメタルと呼ばれるジャンルの本当に礎を作ったバンドなんです。で昔からずっと活動してて今も現役で活動してます。なんとグラミー賞は8回受賞しています。素晴らしいモンスターバンドなんですけれども、このメタリカとの僕とメタリカとの出会いなんですけど、高校1年生の時にですね、入部した軽音楽部の先輩がライブで演奏してたんですよ。でこれはメタリカの1という曲を演奏していたのを見たんですが、1はね確か8分くらいある曲で途中までね静かな構成なんですよ。でそれが途中からどんどん激しくなっていって、機関銃のようなバスドラムドコドコっていうのが入って、それに合わせてギターがデカデカっと刻んでいくっていうね、もうすごいで激しくなってって、そこからギターソロがピロ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 始まってめちゃくちゃかっこよかったんですよ、それを見てて。で先輩にさっき演奏してたのなんていう人たちですかって聞いたら、おーなんだ知らねえのか、あれメタリカって言うんだよって。知らなかったらメタリカのマスターオブパペッツっていう曲まず聴いてごらんって言われて、その帰りにですねまた CD レンタルショップに寄ってメタリカのアルバムをごそっと借りてきて、で自分の持ってたポータブルプレイヤーに入れて、確か聴いたのがね次の日の電車の中だったんですけど、マスターオブパペッツ始まってすごい衝撃だったんですよ。これまたうわかっこいいギターがすげーと思って、で聞いてたらなんか興奮しちゃったのか分かんないんですけど鼻血を出してしまいまして、電車の中で。で近くにいたおばあちゃんがなんかティッシュかなんかくれたりして電車降りて止血してみたいなことになったんですけど、それくらいもう当時の僕にはこのギターの切り刻むようなフレーズがですねめちゃくちゃかっこよく聞こえて衝撃的だったんですよね。そこからメタリカっていうバンドもメタルというジャンルも大好きになって、今の僕のギタープレイにめちゃくちゃ影響を与えてくれているバンドジャンルなのでございます。これまでのミナミズになかったような激しい感じ、まあ言い方を悪くするとうるさい感じなのかもしれないけれども、まあ、そういう要素をこう僕が結構持っているものですから、新しく作ったね「Futures」っていうアルバムもほんのちょっとだけそれっぽいところがあるかもしれないですね。おここなんか激しいって思ったら今日のこの話をちょっと思い出してほしいな。みんなじっくり聞いてみて「はあ激しい」とか「あなんかズンズンしてる」って思ったら「あこれがちょっとメタル？」みたいな。まあメタルってそんなもんじゃないんだけどね、あれかっこいいなってなったらぜひちょっとなんかそういう部分も気に入ってほしいなと思いますし、気になったらねメタルっていうジャンルもちょっと聞いてみてほしいなと思ったりもする
わけです。うん、まあ、少しね、簡単な解説にはなってしまいましたが、私を構成する9枚から2枚目、メタリカのマスター・オブ・パペッツを紹介させていただきました。気になる方はぜひ聞いてみてください。はい、そうだな、こんなもんで終わりにしようかなと思うんですが、少し短いかな。楽しみにしてくれてた皆さんも、あ、15分で今週終わりかって思われちゃうとあれなので、ちょっとぐちゃっとしてしまいますが、レコードの話にちょっと戻っていいですか。ですね、レコードで音楽を聞いてみてちょっと思ったことがあるんですけど、サブスクで聞いた時とか、まあ、CD で聞いた時とかと全然聞こえ方が違うなって思ったのが、ジャズみたいな、ジャズとか、まあ、ブルースとかフュージョンとか、いわゆるまあ渋い音楽ですかね。で、まあ、僕普段決して好んで聞かないんですけど、まあ、興味はもちろんありますけどね。これをねレコードで聞いた時にすごくいいなって思ったし、まあそのなんか雰囲気に酔ってるっていうのが8割くらいその理由を占めてると思うんだけど、何かこうハードが変わって普段こう聴いてる音楽だったり別のやり方で方法で聴いた時と全然聞こえ方が違くて、まあそのイヤホンでサブスクで聴いたジャズとレコードで自分で針を落として聴いたジャズって聞こえ方が全然違くて、なんか何倍も素敵に聞こえたんですよ。でなんかこれってそのまあどれくらい楽しみにして聴けてるかみたいなのがあるとは思いつつ、やっぱりこの出てくる口が違うと感じ方も全然違うなと思ったんですけど、なんかこれってあれだなと思って、同じセリフを言ってても言う人が違うと全然説得力が違うって、まあこれよくあることだと思うんですけど、なんかその現象に似てるななんて思ったりしたんですね。まあいろんな仕事の場面だったりとか友達との関わり合いの中だったりとかでよく感じることがあると思うんです。あの人が同じこと言ってるのと自分が同じこと言ってるのだと、なんか全然聞き手のみんなの反応が違うなとか、あいつと同じこと言ってるのになんであいつの言うことは聞くのに俺の時は聞いてくれなかったんだとか、まあその逆であったりとか感じることあると思うんですけど、なんかこれってやっぱりその出口が違うだけで同じものが鳴ってても全然感じ方が違うって、多分受け取り手のイメージがすごい大きいと思うんですよね。で僕はそのジャズを聴こうとした時にレコードで聴くのが楽しみだなと思って、きっと素敵な感じになるんだろうなと思ってるから素敵に聞こえたと思うんですよ。でこれも多分人によって同じことを言っても説得力が違うっていうのも多分同じような現象で、この人だったらなんか正しいこと言ってそうだなみたいに思ってたら全然違う人が言ってたのと聞こえ方違うし受け取り方も違うと思うんですよね。まあこれはだからなんだっていう話なんだけど、自分がそれを聞いて日々気をつけたいなというふうに思ったっていう話なんですけど、人に自分の話をよく聞いてもらいたいとか、自分の話で人を説得させたい、話じゃなくてギターでもそうかもしれない、あの人が言ってたら信じられそうだなって思ってもらうような人になるっていうことが説得力を生むのかもしれないなというふうに思いました。なんかすごく真面目な話になってしまいましたが、そういう人であろうとすることが大切だよねと思ったので、なんだろうな、かっこいい音を鳴らしたかったらかっこいい人にならなきゃいけないなというふうに思ったりですねしたわけなんです。まあそういうレコードを聞いてなんとなく真面目な
ことを考えてしまったんですけど、皆さんに素敵な音楽を届けられるような人間になるということが大切かななんて思いました。この話はカットでもいいかもしれないね。うん、ちょっとぐちゃっとしましたね。なんか伝わったかな。うん、そんな感じですわ。はい、あ、20分なった。終わるか。はい、これ参ったね。ということで、次に皆さんにお会いできるのは8月6日日曜日の、CFC 茶柱ファイトクラブ南水自主企画でございます。東北からファニーシンク、鉄風東京、そしてパイオニアさんと対バンさせていただきます。渋谷ラマまで開催しますので、ぜひですね、皆さん久しぶりの東京じゃないかな、うん、楽しみにしていてください。我々もとても楽しみですし、きちんとですね、体調管理もして、皆さんに素敵なライブ届けられるように準備していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今回はギター翔吾でした。バイバイ。